やったー、ケケです。今回もね、クラロワやっていこうと思うんですけど、今回はこちらのロイジャイデッキでやっていこうと思います。 3.0 なんでね、いつもより高回転で回っておりますといった感じでね、タイトルにも書いてあると思うんですけどね、今度ね、いつになるかわかんないんですけど、実写動画でケツロイするたんびにケツ出すロイヤルやっていこうと思うんで、やっぱね、そうなってくると、まあ、動画でケツを出すってなるとね、中途半端なプレイできないなと思ったんでね、まあ、ロイジャイをさらにね、研ぎ澄ましていこうという動画になっております。さあ、それでは早速やっていきますか。さあ、ちょっと今順位低いんですけど、229位からやっていきます。行きましょう。さて、行きました。よろしく ST さん、よいしょ、よろしく集め、よし、 OK、 ここはトリトン合わせていきましょう。ダクプリ入ってるデッキか、なんだろうな、 JPP とか、あとゴレとか、まあエレジャイとかですかね。さあ、メガゴなんで、まあ、ゴレか、あ、でも JPP もあるか。いや、わかんないな、何か。全く。ここでファイボとか来たら、うわ、スパーキーなんだ。珍しいですね。スパーキーデッキとやっていきましょう。スパーキーはね、結構 LSP がね、大事になってきますね。とりあえずスケルトン出して、LSP で、いい感じに貫通させていきたいけど、ユニットがいねえな。ここはね、なるべく早めにゴブジャイを溶かして、マザネクでね、ゴブジャイの槍ゴブとか豚にしてカウンターするっていうのが綺麗ですね。いや、ここどうしようかな。ファイブつか。多分ミニペ型だな、確か。ここファイブで、おいしょ、畳みかけていく。ここはメガゴ高めプラス LSP で守っていきます。スパーキーですね。まあ、同サイ攻めすぎると、永遠にスパーキー後ろから来てちょっと厳しくなるんで、逆サイド攻めたいところなんですけど、まあ、相手がミニペ握ってる以上ね、難しいですね。ここはちょっとウッドでとりあえず削っていって、ここは守りからでいいと思います。でミニペがないタイミングで逆サイ攻めるとか。でも、ここまで削れてると、同サイで頑張ってみんなもありだと思いますね。マザネクで、なるべく早くゴブジャイを溶かします、とりあえず。とりあえず。よいしょ。あ、ちょっと待って。やばそう。やばそう。豚、豚、豚。オッケー、豚。そう、これ、これ、これ。これ、これ、これ、これ。めっちゃこれですよ。やばい、撃つな。オッケー、来た。これはいい形ですね。さあ、スパーキー来んのか？それとも？ミニペだな、これ。来た。ミニペ来たんで、速攻で。ウッド打って、マザネク2周目。さあ、これきついぞ。来た、ケツロイの神が。いける。ここは、ファイブ打って、ファイブ削りしていきましょう。ファイブ打っていって、オッケー、マザネク入ったんで、これファイブ圏内ですね。お？なんかタワー落としたな。さあ、ここはトリトンでとりあえず引っ張って、まず、ここをスケルトンで止めといて、ザップとか打ってきたら、しっかりエレスピンで一発打たせて、オッケーオッケーオッケー、よし、いい防衛ってな感じでね。そうですね、まあ低めにトリトン、メガゴ、マザネクを配置して、すぐゴブジャイを溶かせば、ゴブジャイがね、豚になって、ゴブジャイって本体と残りの槍ゴブ2体で3体豚になるんでね、ちょうど、しかも時間差でいい感じに遅れてね、マザネクがスパーキーのターゲットを取ってくるんですよ、マザネクの豚が。なんでね、スパーキーに対してはこんな感じで守っていきます。とにかくゴブジャイを早めに溶かす。で、スケルトン LSP でその間の時間稼ぎって感じですかね。さあ、どんどん行きましょう。行きます。さあ、来ました。大家さん、マジか。マジか。僕もね、賃貸物件に住んでるんですけどね、大家さんと当たってしまいました。さあ、頑張っていきましょう。しっかりね、大家さんにも勝てるところをね、ケツロイで見せていきたい。どうしよっかな。まあ、ケツロイの企画って言ってもね、ちょっとまあ、完全にケツロイ出しちゃう、ケツ出しちゃうと、ちょっとあれなんで、判決をプリッてするだけなんですけど、俺の考えでは。なんでね、まあ、そのためじゃないですけど、僕、いろんな部位脱毛してるんですよ、体の。まあ、全身じゃないですけどね。で、その部分、一部分にケツが入ってて、最近ケツの脱毛があってね、あ、これはいいやって思って、ケツロイロワイヤルやろうって思ったんですけどね。やっぱ脱毛痛いですね。これから脱毛とかやってみたいなって興味持ってる方はね、あ、てか、メガゴ出そう。あ、お腹すいた。ケツロイのね、ケツロイ、ケツロイしか出てこない。痛みの覚悟をね、持ってね、取り組んだ方がいいと思います。脱毛には。すごく基本的に痛いです。医療脱毛っていう、まあ、脱毛にも種類があるんですけど、その中の医療脱毛はすごく痛いですね。
ここはちょっとキング起動まで、エリクサーが溜まりそうなんで、今回キング起動しない感じで。うわー、マジか。そこにライトニング打ってくるか。やばいな。ただここ、LSP で守って、キング起動しちゃうか。で、投げたら、スケルトン。で、ギリ耐えろ。よし。まあ、700あれば、まあ、ライトニング2発なんでね。ガチか。射程こんな削られるか。結構がっつり持ってかれちゃいましたね。ライトニング入ってるんで、まあ、ランバーかやらミニペやら何かがあると思うんでね。そこを気をつけながら いきたいんで、とにかくロイジャイメガゴ、プラスウッドでね、割と溶かせるんで。ちょっと待って、お腹またなりそう。マジお腹すいた。これ買って飯食いたい。ここね、マズネクとか出しちゃうとライトニング打たれちゃうんで、スケル、LSP 出してからのスケルトンからの、さ。で、ここに5打っていく。で、マズネク。で、3対3マス。ここにしっかり出すことによって、ゴールも逆サイドに誘導することができます。オッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、うわうまい、それうまい、それうまいけどしっかり、よいしょ、守れ、ギリギリ守れ、ギリ耐えろ、耐えて、起きて、耐えてる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 、さあ LSP で釣って、その後にメガゴー、オッケー、耐えてるぞ、来た、これ5、なんなら買ったくね、これ、結露の勝利だ、来た、 いきますいきますよ、5打って速攻回す、5一周、あと一周回すぞ、トリトン、ウッド、LSP、メガゴー、ファイボ、さあ、ジジといった感じでね、あそこからの大逆転と。さあ、素晴らしいですね。やっぱこれも、ケツの神が見てくれてますねと。さあ、大家さんに勝っていって、ラスト一戦いきますか。いきましょう、レッツゴー、来ました。よろしくお願いします。でね、この人はですね、俺知って、おお、ちょっと待って、早い。ここにスケルトンを出すというのを完封することができます。もう他にもね、もう他、ちょっと待って、危ねえ。他にもね、マス目はあるんですけども、完封できる。なんですけど、俺は一番ここがね、まあなんか楽なんで、覚えやすいしね。ここで、守っています、ユーノを。さあ、ここは、まあ、ザップ相手、絶対無駄だったんでね。メガナイトかな。ここは、どうしよっかな。悩むな、ちょっと。LSP で一旦タゲ取って、よいしょ。誘導してって、いや、いて、ただ、キング起動できた。で、相手のね、スペルもね、ザップだけなんで、ここ大丈夫っす。で、ウッド構える。ギャングがあるから。ここ !OK。さあ、ロイジャーにダメージ取っていく。で、ユーノがあったな。ユーノ警戒しよう。ユーノ来そうだな。あー、ダックプリなんだ。さあ、ここはメガゴプラス、LSP で一旦耐えて、またユーノで、ユーノじゃねえ、スケルトンで釣っていく。さあ、ユーノ来ましたね。ここはトリトンで守っていきます。で、トリトン切った後は、ホグライダーが止まらないんでね、しっかりファイボとかウッドをね、いいタイミングで使って完封していきたいですね。お、ここは一発ないんじゃないか。よし、オッケー。さあ、あとはガン守り。うん、守りましょう。ここ、いや、ファイボだけで許容します。ここの、いや、ウッド持っちゃおう。オッケー、しっかり完封していく。で、まあ、ニアド取られたんでね。いや、ここは、ちょっと LSP で許容しながら。まあ、ホグ一発受けてよかったか、じゃあ。まあ、でも、どっちにしろみたいなとこありますね。どっちかは入ってたんで。まあ、いいんでしょう。で、ザップだけなんで、もうマジでこっからあと1分間耐えれば勝ちですね。さあ、守るぞ、行くぞ。さあ、メガネってきますね、これ多分。来た来た、ここスケルトンでちょっと釣っちゃって、オッケー、釣った後に、しっかりトリトンで引っ張って、からの、マザネクロ大量発生、来た、トリトンをこんな感じで出すと、引っ張ってくれる。何やってんだ多すぎでしょ、いろいろ多いですね。さあ、僕のことをこれからビッグダディと呼んでくれるとね、嬉しいですと。いった感じで、さあ、ここメガナイトとか来そうだな。でも、なんか面白くね、これ。絵面が。こ
ここはトリトンで普通に受けていきます。いやメガゴが強い、とにかくこれスケルトン、ちょっと待って、ちょっとやばい、うーやべ、やっちまった、やっちまったよこれ、やっちまったよマジで、本当にやっちまったよこれは。ただ言うて、いやマジで何やってんだ今のは。ロイジャイで勝てるみたいなとこはありますね。ロイジャイは無限に刺さるんで、こっから、いやーあの野郎マジでやってくれたな。さあ、ここトリトン出して、うわすげえ延命してくんな。いやロケ砲がだるいっすね。オッケーオッケーオッケー、いい防衛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 、これだ、ここだ、頼むマジで頼む、さすがにあそこから負けたくない、マジで負けたくない、本当にここファイブっちゃおう、ガチで負けたくねえんだよ、来い、なんか来い、来た、よし、危ねえといった感じでね、最後に勝ち切る、これが結露の極意です。うわあそこ普通にスケルトン間に合ってたら、なんか遅かったですね。反応がおじいちゃんでした。全然勝てる試合でしたと。といった感じで皆さん、最後まで油断をしないようにクラッシュロイヤル、これからも楽しんでいきましょう。といった感じで今日の動画終わりにします。結論の動画いつか出すんでね、楽しみに待っててくれると嬉しいですと。といった感じでご視聴ありがとうございました。バイバイ。